何食べたい？お腹だ。やっはー、かのです。今日はアメリカ人旦那がこよなく愛する親子丼の作り方を紹介したいと思います。イエーイ。まず材料説明いきます。ご飯です。お水です。鶏肉です。ブレスト、胸肉かな？白だし、醤油、みりんです。玉ねぎ、丸々1個です。卵4つ使います。まず最初にご飯を炊いていきたいと思います。あっ、入れすぎたね。そしたらこれ無洗米なんでお水入れるだけです。なんか今までこの浄水器使ったお水使ってたんですけど、こっちのペットボトルのお水にしてから味が全然違いました。なのでもうそれを知ってからずっとこのペットボトルの水で入れてます。はい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 。続いて玉ねぎを切っていきたいと思います。私は個人的にこのヘタを先に取って半分にして、皮が剥きやすくなるんで個人的にこれが好きです。切り方は自分のお好みでお願いします。そしたら細切りみたいな感じにしていきます。長いとなんか個人的に喉突っかかるとかあるんで半分にしています。はい、そしたら中火にして油を温めていきます。ほんと温まってからがいいと思うんですけど、私はちょっと面倒くささがあって、玉ねぎを投入します。玉ねぎをじっくり焼いていきます。中火ぐらいがいいと思います。次、鶏肉ですね。私の旦那は脂身が嫌いなんで、ちょっとできるだけ取ってあげます。まあ言ってね、脂身なんて全然食べれると思うんですけどね、好き嫌いがあると思うので嫌いな方は取ってください。はい、こんなもんでいいでしょう、適当で。はい、そしたらね、次は卵を割っときたいと思います。4つですね。1、2、3、4。そしたら一応よく混ぜときます。そんなこんなしてるうちに玉ねぎからすごいいい匂いがしてきました。時々こんな感じで混ぜてあげないと焦げやすくなっちゃうので、こんな感じで混ぜてあげてください。私は個人的に玉ねぎがめっちゃ茶色くなって甘くくたくたになる状態が好きなんですけど、まあこれ好みにもよるけど、私のポイントはここで玉ねぎが茶色くくたくたになるまで炒めます。15分ぐらいはこれやってるかもしれない。ちょっとパチパチ言い過ぎてるなと思ったら弱火にする感じです。いい感じですね。 OK です。そろそろ調味料を入れてきます。まずちょっとまあ焦げやすさもあると思うんで、水をね大さじ2半あ、ちょっとみりんですね。みりんを大さじ2、お醤油が大さじ1、おだしも大さじ1です。これでグツグツ5分10分させていきます。玉ねぎにこの最高の調味料を染み込ませます。あれ、もうちょっと汁ほぼないぞぐらいのタイミングで鶏肉入れます。ザザザザザーと入れます。混ぜながらソースを絡めてあげる感じ。
しばらく煮込みます。お肉の色がピンクから白に変わってきたら蓋を閉めます。蓋を閉めた状態で火を止めて5分。これ火を消して5分ぐらい経ちました。なのでちょっと開けてきます。熱々ですね。これ卵を入れてきます。その時にトラトラトラーってフォークを使ってるとちょっとずつ入るっていうか、こんな感じです。本当はこれちっちゃいフライパンにして1人前ずつやってあげるとプロって感じになると思うんですけど、そう、私はズボラなのでこのフライパン、大きいフライパンで2人分まとめて作っちゃいます。で、蓋してもう見ていきます。ちょっと回しながら、あ、固まってきたなーみたいなのを確認するんですね。まあでもちょっと見にくいから時々開けたりして、あーって感じで、ちょっと火が足りないのでちょっと弱火でやっていきたいと思います。1分ぐらい経ちましたかね。こうやってやった時に液体が見えないんですよ。タッタカテーン、こんな感じで出来上がりです。ということでですね、出来上がったので盛り付けていきたいと思います。ご飯ですね、先ほど炊いといたご飯に盛り付けていきます。こんな感じで、本当はね一個ずつやってあげるのが優しさですよ。でもまあズボラウンナはそういうわけにはいかないんですよ。なんであたかもそれを使ってやりました風に盛り付けていきます。はい、盛りにしちゃいます。はい、こんな感じでいいんじゃないですかね。どうでしょうか。完成。インスタントのお味噌汁を添えてみました。少ない材料で簡単にできてしまう親子丼です。今日は親子丼にしました。いただきます。熱い。すごい。美味しい。 You are a food reporter today.Food reporter. Mm-hmm. Lots of flavor. Very soft chicken, but still very juicy. Very good. Eggs, super fluffy. Good point. Soup, a little too hot to try right now, but I will soon. Iced tea? No, it's iced tea. It's normal. But now to add pepper. Ah! Important. Okay.So how much score you get? 1 to 10. Oh, 11. The best. Yeah! I love oyakodon. I know, you're not supposed to mix it like I do. I know, I could see it in your face. I was wrong to mix it. I was wrong to mix it. Oh, it's good. Number one, Ichiban.チャンネル登録よろしくね。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくね。